こんにちは、ゆうです。バザーのお時間です。はい、業務課金サバカーシバリマルやっていきたいと思います。今日誕生日の方、おめでとうございます。はい。ね、あの前回のクエスト15、はい、ちょっと撮って時間がなかったっていうんですけど、今日はね、ちょっともうね、ちょっとライルでね、ちょっとやってみたり、片側ユニコーンでやってみたりもしたんですけど、まあもうええかと。はい、もう100式撮ったっす。100。つば詰まった今。危な。ここで窒息するとこだったら危ない危ない。あの100式を、新100式を取った編成でもうサクッとね、クリアして、はい。あの、バーテンダー黒飛び欲しいんで、もう最高戦力のね、僕の中でナンバーワンの黒飛びこそ、最高戦力でゲットしに行かなあかんなと思って、はい。それではあの、もう、さすが、動画撮っていきたいんで、バーってご紹介したいと思います。はい、こちらでございますね。はい、梅丸ゴッドガンダムというか、あの、リーダーチェンジャスティスですね。はい。リーダーチェンジャスティス編成でございます。それでご紹介しましょう。リーダー、梅丸ですね。7のブリーダーに、非属性ダメージ軽減プラス2と軍ジャム耐性。で、こちらが、何だっけ、ガチュラの武器ですね。はい。で、こちらがインフィニットジャスティスガンダム認識ですね。直角性浮遊、スキルブーストプラス、HP 強化最上のやつを一つに、ブレイズブースト、フェスゲンの、ホノリン武器ですね。はい。で、こちらが、リーダーチェンの、インフィニットジャスティスに、直接浮遊、スキルブーストプラスに、HP プラスに、アシストがね、トイズフレーズ、フレームシストっていう、フェスゲンのガングリューのやつですね。はい。で、こちらが無効貫通枠に、バルバトスに、直接スキルプラスに、スキルブーストプラスプラスに、バランスキラー。これ遅延が欲しかったところなんですけど、遅延がないんですね、ほんまに。10連ガチャパーですね、アシストは。はい。で、こちらロベリールですね。ロベリールに、アシスト無効潜在にスキル遅延2つ。で、ロベリール武器つけております。美味しくなりすぎてますね。僕あんまりイチゴちょっと得意じゃないんですけどね、イチゴしてますね。はい。で、こちらフレンドさんのゴッドガンダムにも、あの毒目覚め耐性もこちらも被ってるんですけどね。はい。スキルチェーン2つに、マグニート武器ですね。はい。黒属性火に変えつつ十字、ダメ、あのチーム HP プラスに無効貫通、はい、そのつけてもらってます。で、バッチガンダムコラボバッチです。はい、それではちょっと一回負けちゃいましたけど、はい、ちょっと気を取り直して、はい、それでは、最後。最後ね、76にしなきゃいけないのを忘れてまして、はい。それロベリールの上が溜まっておりました、はい。お疲れ様です。で、メーマルを使って、トイズフレーム使って、で、ジャスティス使って、こちらを使って、よしよし、これでもういっちゃおうか、これで。はい、はい。ジャスティスにね、めちゃくちゃヘイストかかってるんで、火の2コンボぐらいはいけると思うんですよね。さっきちょっとね、置きに行きすぎて、曲げちゃったんで、スキルが溜まっちゃったんで、はい、もうちょっと大胆さも取り入れた、はい、感じでいきたいと思います。2コンボから軽減貼れるもんね、だって。はいはい。よし、OK。はい。よし、OK。はい、OK。うん。で、次が ?OK、OK。軽減ね。じゃあ。で、ジャスティス使って。はい。でね、ちょっとね、昨日のね、動画、上げた動画ね、コメント、ちょっと嬉しいコメントがあって、ガンダムコラボの期間は、ちょっとガンダムのアレンジ BGM 使わせていただいてて、結構、それも、ガノタの同士さんから喜んでいただいたんですけど、はい、
きいのはね、ちょっと、まあ、割とメジャーな、その、ラルクさんのドライバーズハイ使わせていただいて、あのアレンジのね。それで、まあ、ちょっと喜んでもらえて、はい。褒めてもらえて、ちょっと嬉しかったですね。生きる意志だ。まあ、パズル力もね、ちょっと褒めていただけるように、まあ、頑張りたいと思いますけど、はい。このチャンネルではね、はい。よし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 って。はいはい。はい、オッケー。よし。そう、音楽好きなんですよね。音楽好きで。で、ちょっとその、結構な、いろんな趣味がね、ほんまにね、僕の多分年の一回り上の人ぐらいと話が合うものが好きだったりするんですよね。んでね、まあ、ガンダムもだって、ガンダムあれか、共通か、さすがに。よし、いけ。最近あれなんですよね、僕、グレイの春を愛する、春を愛する人ですね、はい、をずっと見てまして、聞いてまして、それ流してたら、もう一瞬でもう寝ちゃうっていうね、なぜか。あれね、もう初めて聞いた時も衝撃走って、はいはい、僕、あれですね、もうあの曲が入ってるアルバムとか、当時ね、そのネットとかなかったんで、そんなに。探して、やっと出会えたね、みたいな感じだった。はい。OK。向こう感じね、はい。闇消せないあんま関係ないでしょ。はい、OK。強さは力じゃない。生きる意志だ。で、作ってるから、5000を使っといて。危ない、はい、はい、わあ、ギリいけないか。まあ、非光なんでね。うわあ、無効貫通もこれ解除されるんかいな。あ、逆やった。あれやな、ないっすね。ちょっと攻めときましょう。あ、無効貫通、セルフ無効貫通いったで今。ようこそいらっしゃいました。 OKOKOK。 毒目覚めは大丈夫。ゆーっくりね、はい、行きましょう。これで仕上げですわ。生きる石だ。はい、これね、ナスランのね、何のせいかね、ガンダムシードフリーダーも結局見に行ってないんですけど、僕ちょっとね、時間の都合上なんか早くなんか配信されへんかなと思ってるんですけど、ほんまにね、これ最初ガンダムシード、ガンダムシードディスニー、ガンダムシードフリーダムってあるんですけど、ガンダムシードの最後で、アスランがもうその、ジャスティスごと、ね、こう自爆しても、もう身を通しても、世界を守ろうと。まあ、そんな感じだったんですけど、でそこで、係に、もう、生きる方が戦いだって言われるね、名シーンがあるんですけど、これ語って大丈夫そう？それ語ってるから無効貫通組めてへんしね。ここから行こう。もうね、もう、ガンダムシード。ガンダムシードがね、僕ほんまに、ガンダムにハマったんで、1個11のサムネか。ちょっと待って、これまたないやん。
こういうこともあるんですよ。はい、舞い降りる剣、フリーダムが好きで、フリーダムが好きで、もう何回も言ってるんですけど、そのフリーダムのパイロットのキラヤマトさん、キラヤマトの声優さんが僕と誕生日一緒で、はい、5月30日前なんですけど、はい、その方がしかも、ここから一番自分の好きなガンダム、ね。フリーダム好き、まあ、ストライクも好きなんですけどね。結構ほんまなんでも、あの系統がね、すごく好きで。僕、まあ、青春なんですよね、ほんまに。あの舞い降りる剣のね、回がね、かっこよすぎて、キラーとフリーダムは。今使ってるのジャスティスなんですけどね。はい。目の当たりからもう急激に熱くなるっていうね。大丈夫かな、これ、こんな方って。ほんまにね、ガンダムね、結構有名どころがユニコーン有名なんですかね、あれ宇宙世紀シリーズなんですけど、ちょっとわかんないですけどね、はい、前に来た、はい。ほんとね、平成ファーストみたいな、よくある特撮であるじゃないですか。と言われてるのが、その、ガンダムシードで。で、まあ、令和で、あれかな、見やすいのは水星の魔女って言われてるんですかね。で、あとはもう宇宙世紀シリーズから入ってちょっと興味を持てそうな作品で言うと、ユニコーンとかすごい、ほんまに映像も綺麗で、大体わかるんで、そこら辺を見ていただければわかるかなと思います。今ガンダムコラボ期間中じゃないんですけどね、はい。で、それを、まあ、統括、すべて統括した世界、ちょ、これも忘れた。WOはね、ほんまね、ガンダムなんですけど、これは、まあ、これはこれで、なんかね、もうほんまに壮大な規模なんですよ。今までその人同士が戦いやったのが、まあ、最後ね、その、人類というか、その、エルスって呼ばれる、その地球外生命体とその、対話というか、ちょっと戦って、それで対話するっていう感じでなるんですけど、まあ、それもすごい大作なんで、そこからあれかな、アニメのその1期25話やったっけとかな出したんで、一気に気合わせて、それも見やすいですし、映画の中じゃなくて、映画も含めて、あれか、一期、ちょっとそんなん言ってたら、一期決めてへんねんけど、3コンボ。一期、二期、映画ってあるんで、おすすめですね、ほんま。お付き合いの、生きる意志だ。はい。今、流行りのからいくと、まあ、ガンダムシードが流行りながら、せっかく映画化されたんで。ちょっと向こう貫通やったんかいな、相手。ちゃんと見ようぜ。その間にノビリーグの上溜まってまうの、さっきと同じパターンやんけ。さっきね、ボツにした動画もね、この辺りから語り出してたんですよ、ガンダムについて。しかもさっきよりコアに語っちゃってて、はい、オッケー、はい。ここら辺にロビリール使っとこうかな。ロビリール使っとこうか。はい、赤波天狂剣、オッケー。で、これで、ここで4つで蓋して。はい。OK。よし、12フラ。ああ、どうせ貯めれる。よかった。トゲ消しとか。逆襲のシャア、
はちょっと難しいですね。いきなり逆襲の書から入るのは難しくて、いきなり逆襲のシャアはちょっとハードルが高い気もしますね。これバルバトス言っとくか。バルバトス、その鉄血ノーフェンズから入るのもちょっとハードル高いですね、ほんま。ちょっとね、まあ好きな方からしたらお好きなんでしょうけど、ハマる人はハマるんですよ。ただその初心者の方におすすめするかって言われたらちょっと特殊なんでね、あの世界観。オッケーオッケー。他にガンダムシードダブルオーとかから言った方が分かりやすいかな。はい、オッケーオッケー。ちょっとあれですね、ロックされてるんでジャスティスからいこうか。強さは力じゃない、はい、全強剣、はいはい、よし、OK。OK、OK、危なかった。よし、で14フラ、はい、ゴエティアね。ロベリールも溜まってるんで大丈夫ですね。OK、これロックもないんで、ジャスティス買って。はい。よしよしよし。危ねえ、繋がってた。よしよし、キーまで削れた。これで大丈夫大丈夫大丈夫。はい、よし。ちょっとルーレットうまく使えた方がいいかも。はい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 。はい。なんでガンダムコラボの時にこの話せえへんねんってね。終わってから話すねって。あ、そうか、ガンダム本格的に使い出したんがジャスティス時とかからやったから、新百式チャレンジで 初ガンダムやったかな、忘れた。そんなようなかったっすね、その時に。キキキ、で5が消せない、解除しといて。そのデバフがないんですけどね。デバフちゃう、デバフ返しがないんですけど、まあ、いけるかなと、ガンダムやったら。はい、んーで、これでか。よし。はい、OK。で、次が、あ、いや、ラミアードか。はい。急行目的でしょうね。もう覚えてないんでね、僕、とうにこんなとこ。はい。生きる石だ。はい。まず暗闇解除していって、確実にね、ロックされたんでジャスティスから座って、はい、天狂剣、しゃあ早い早い。あれ ?3 個決まってた?決まってたっぽいっすね。よかったよかった。で、クレアリングを解除できたんで、こっからは。よし。前より剣のとこめっちゃかっこええんで、ほんま。
あのね、もう言いたい、セリフ覚えてますもんね、僕。なんなら次、コードギアスコラボ来てほしいですもん。よし、いけ。待って、回復してへん、回復してへん、回復してへん。回復してへんけど大丈夫？うわ、マジか。やばい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 。ギリ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 やん。こんだけ喋ってボツになったらほんまめっちゃへこむとこでした。ほんま一回ロベリールでもっと回復力上げようか。そっか、あでも覚醒向こうやったから関係ないか。よし、待って、ああよかったよかった、10個も決めよう10個も決めよう。はい、よしよし、ここはとりあえず回復4。はい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 、はい、よし、これでいったでしょ。 OK、 うん、しゃ、で、アシストの動きて、はいはいはい、で、このままで返しましょうか。で、力じゃない、生きる意志だ。はい、はい、んで、これでや、わわわ、10個目だけだったか、マジか。お前、ええや、こっちだもんね。ヒーロー消したから、ほかいか。はいはいはい、はい、はいはいはい、はいはいはい、はいはい、はい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 、こんだけ分割したらいけるじゃん。はいはい、光が少ないけどいいじゃん、いいや、光、はいはい、オッケー。最速で倒しても梅丸はどうなんやろ。線香と来たらややこしいしな。はい、はい、ここへ、はい、オッケー、オッケーっすね。覚醒向こう来ても大丈夫ですね。多分ワンパンできないんで、そっち系じゃない、生きる意志だ。よしよし、あと2パンで電強剣一発バルバトスいってきましょうか。よしよし、うん、分割、はい、
はい。オッケー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 。で、あ、ミスった。で、梅丸をかけとこうか、やっぱり。武器をかけとこう。オッケー、いった。はい。はい、立て立て。泥強化かけてるのって危なかったかな。おそし。さらにデバフ。さらにもう一発。危ねえ。カッチカチやな。3ターン、これも。これも。マジか。生きる石だ。ちょっと待ってよ。ここで回復を、イルで組んで。はいはい。はいはいはい。はいはい。よし、OK。あとに。で、次、バルバトスがあるんで。よしよし。さあ、力じゃない。生きる石だ。はいはい。ね、ドロッキョー。待て。オッケー、危ない。よしよし。んで、ちょっと待てよ。よし、ここも火になってからしようか。はい、よし、オッケー。あとは平積みでいいかな、もう。平積みが できるんですけど。はい。はい、はい。オッケー。え、火の落ちも来た。行ってくれ。上演動画になりました、また。危なかった、ちょっと動画見ておきます。はい、動画見ときました。それでは、報酬を受け取りまして、はい、最後に、締めに、今回はご視聴ください。ありがとうございます。今回もご視聴ください。最後までご視聴ください。ありがとうございました。よろしければね、あのチャンネル登録と評価も押してくださると嬉しいです。この辺でお開きにしたいと思います。さあ、バーテンダークルトリーさん、分かっています。ワインレッドってっけ、ワインディ。ちょっと交換のたまにも出しにくいな、ほんま。はい、で、今回のお相手は私とワインディでございました。それではね、本当にありがとうございました。バイバイ。